ドットドロップスというフランスのブランドになります。昨年、7月末に日本に初上陸したブランドとなり、フランスでは非常に人気のあるブランドになります。スーツケースの表面にドットがあしらわれてます。そこに7色のステッカーを貼って自分のカスタマイズをしていただくスーツケースになります。横が11の縦が15という奇数の規則になってはいるので、それぞれセンターが取りやすくて自分で設計しやすいという特徴がございます。ターンテーブルから出てきた時に人と同じスーツケースがいっぱいある中で、誰かと同じじゃつまらないというコンセプトのもと、人と違ったものをすぐ見つけられるように自分でカスタマイズをしようというところで発想から生まれたスーツケースになります。